マイプロジェクト TV の伊藤源です。コメントをいただきました、ありがとうございます。自分は記憶が良くないのか、なかなか物事を覚えるのが大変です。何か案がありましたら教えてください。記憶力か、なんかね、そう言われるとね、なかなか最近人の名前がね出てこない。顔まで出てるのよ、顔まで出てるのに名前がね出てこなかったりするんですよね。そこで今日はヒグビー理論をご紹介します。ヒグビー理論とは、物事を記憶に刻み込むために必要な7つの項目を提唱したもの。よくよく考えてみるとね、当たり前の項目ばっかりなんですけどね、今回改めてね、もう一回見てみていきたいと思います。一つ目は有意味化、意味を持たせるっていうことで、無意味なものより意味のあるものの方が覚えやすいってことです。歴史の年号の語呂合わせとか、ね、そういうことですね。二つ目が組織化、これはルールを設けるということ、カテゴリー分けして分類した方が覚えやすいっていうこと。実は音楽 のジャンル分けってあるじゃないですか。あれも結局はね、覚えてもらって売り上げにつなげるためにねやってるんですよ。3つ目は連想で結びつけるという。すでに持っている知識と結びつけた方が覚えやすいよっていうこと。僕だったらね、例えば富山、自分の出身県のことの方が新たな知識も、ね、覚えやすいみたいな。なんかニュースがあったら、富山にニュースがあったら心に刻まれるでしょ。4つ目、視覚化、これはイメージを作るというか、ビジュアルを思い浮かべた方がこう覚えやすいっていう。歴史の教科書よりも漫画、日本の歴史みたいな漫画を読んだ方がこう、なんつうのかな、歴史のこう背後関係みたいなのが頭に刻まれるわけじゃないですか。5番目が注意を向けるっていうことで、注意が向けられた場所っていうのは、ね、覚えやすいわけです。ここテストに出るぞとかね、先生が言ってた箇所っていうのは、みんな気をつけるじゃない。で、6つ目が興味を持つっていうこと。これもね、説明不要ですよね。好きなことを覚えやすいからね。プロレス好きな人はプロレスラーの名前よく覚えるし、競馬が好きな人は馬の名前いっぱい覚えるじゃないですか。7つ目がフィードバック。これは復習するっていうことかな。よくね、復習が大事だって、学校の先生とか言ってますけど、ヒグビー理論でもね、その重要性は挙げられてると思います。よく言われるやつですけど、じゃあ、普段の日常の生活でね、この7つの項目意識しているかっつうと、僕はそうでもないです。そこで今日はこんな本をご紹介したいと思います。それがこちら。エロゴロ日本史年号。ちょっと前にね、話題になりましたよね。一見無意味な年号をね、数字の並びっていうのをね、語呂で覚えちゃおうっていうのは、今も昔も変わらないテクニックなわけです。ヒグビーの理論で言うと、一番の有意味化がこれに当たるわけなんですが、まさかのヒグビーも日本人の変態っぷりまでは想定していなかったでしょう。ここに8番目の項目、エロくするを書き加えよう。というわけで、早速中身を見ていきましょう。1856年、ハリスが来日、下田に駐在し、通商条約の締結を要求。一発に張り、スッと刺すいたずら、使った人、下田と叫ぶ。それから激痛症状、約数日で出る。1872年、富岡製糸場が創業開始。一晩、富を稼ぎ、成仏させる。1889年、大日本帝国憲法発布。いち早く。この本ね、新宿紀伊国屋書店の8階のね、学生さん向けの参考書コーナーに売ってたんだけど、思ったより内容がハードでマニアックでアブノーマル、おっぱいがどうだとかエッチがどうだとか、もうそういうレベルじゃないよこれ。なんつーのかな、こうレンタルビデオショップとかのね、アダルトビデオコーナーのもう奥の奥って感じ。これセクシー女優ですら仕事を選ぶわっていうぐらいマニアックよこれ。なのでちょっとね、人によってはねこれついていけない人もいると思いますが、この動画の概要欄に Amazon のリンクを貼っとくので、変態こそ最高の褒め言葉だっていう人はね、ぜひともねご覧になってみていただければと思います。エロスは偉大なり、エロスは原動力と誰かが言ってましたが、エロスをねヒグビーの8つ目の項目にするかどうか置いといて、少なくとも7つの項目を意識して物事を忘れないようにしたいものです。ということで今日のおさらいです。ヒグビー理論とは、物事を記憶に刻み込むために必要な7つの条件を提唱したもの。当たり前のように感じる7つの項目を常日頃から意識し、記憶力を磨くのができるやつだ。ちょっと話ずれますけど、久々にね本屋さんに行きました。出版不況とか言われてね、本屋さんがどんどんこう閉店していってるわけですけど、売り場でね本を探す楽しみっていうのもなんかある気がして、普段から Kindle 派、 Amazon 派の伊藤ちゃんからするとね、なんだか逆にね新しい感じがしました。あとね、なんか本屋さんの女性の店員さんって素敵な人なんか多くないですか。今日はね、そんな素敵店員さんにこの本をねお会計してもらうという、子供の頃エロ本を買う時の時々を思い出したおじちゃんでした。なんかこう難しい本とね、
挟んでみたりとかね。チャンネル登録よろしくお願いします。